果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る裏切りの言葉に東京を離れ、わずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では期待と不安が一つになって、不思議などわからない、交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか、遠ざけた春の足、ララウェイ、ララウェイ、今かっこよく。裏切りの街でも、俺の心に火を灯す、わかる愛があればいい。こんな俺でも、いつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きていくのさ。溢れる熱い心解き放し、ララウェイ、ララウェイ、今かっこよく。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を背負って生きていくのさ。溢れる熱い心解き放し、ララウェイ、ララウェイ、今立てていく、果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る、果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る。はい、今夜もね、今夜もね、大丈夫ですね。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。僕の思いを込めて、ね、熱い思いを込めて帰らせて、そのためにどんどん、ね、果てしないなからね、そんなことを言うながら、ね、答えます。はい、2016年2月の21日日曜日の生存確認で、今夜もね、いつもの用意されるな、生存確認の一環として、こんなふうに話していきます。それからこのためだよとかですね、今日は昨日の人とか、久々に行っていらっしゃるので、ね、学校場所があるってね、で帰ってきましたね。私たちなんか学校の方がいろいろ。なんか今日もね、歌ってくれる歌が多いんですけど、なんか今夜も明日行きましょうか。今夜はちょっと早め、今日は早めに来てるから早めね。今日は明日行くよ、明日。明日行くよ。ちゃんだけど、チャレンジやで。あるそうそう。まだあるかな？はい。今日は早め、これね。また体よりまだあるんで、これの方で。
大丈夫ね。今日早めの日曜日だからね。運動されてるね、大丈夫ね。うん。大丈夫だね、運動されてるね。今日日曜日早めね。また明日から頑張りましょうね、お仕事ね。生活のために一週間頑張りましょう。はい。仕事があるから行ってけんだもんね。うん。あ、それで私に会わせないでさ。その幸せにするまでいいじゃないか、それ。はい。で、多分そのアルコールバーナーで。じゃあ、缶だけの用意していきましょう。今なら、なのでアルコールバーナーでね。いいかな、缶だけの用意ね。はい。こっちのトッピングにしましょうかね。大事だと思ったんですが、さて、じゃこの3日間だと思ったから、ね、3日間に、ね、さて、体だけできるのがまた大腸から歌いましたね。今夜、今日はね、ユースタルチームの大腸から歌ってます。いや、本当に大事に夜が出るスピッコンしかれて、昨日の夜のレースできなかったんだもんな。昨日の夜、なんかしら何かわかんないけどね、土曜日の夜ね。ね、あ、土曜日って言うか、ね、土曜日じゃない、あ、絡まっちゃった、はい、そんな具合、あれ、あ、そんな具合か、そういうことが熱い、あれ、どうした、ピッコの不具合か、固まってんね、上が固まったら何だ、あれ、あれ、あらないさんが、なんだろう、昨日は、普通できなかったけど、今日はね、強かったね。あれ固まっちゃったね。やり直そうか。やり直そうか。固まっちゃったらもういいんだ。歌い直さないと。ね。あれ、あれ、それどうやってんの、じゃあ、はい。コーヒー。更新をしてみた。まあ、ピックマハイシはこれ、ウィンドウ10でやってます。うん。大丈夫です。ウィンドウ10で。どうぞ。じゃあ、左。いつもやりまーす。え、おばあちゃん。果てしない夢を追い続け、いつの日か大空だけ巡り、裏切る言葉に校長を離れ、わずかな望みを求め、さすがう、俺なのさ。見知らぬ街では、最高不安が一つになって、不思議不などわからない。晒す言葉も寒い、この街。
これもただ寝と生きていくのさ。今日と違うはずの明日へ。ララウェイ、ララウェイ、今駆け行く。裏切りの街でも、俺の心に石を灯す。わずかな愛があればいい。こんな俺でも、一本光を浴びながら、と笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ララウェイ、ララウェイ、今駆けていく。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ララウェイ、ララウェイ、今駆けていく。ああ、果てしない夢を追い続け、ああ、いつもした大空駆け巡る、ああ、果てしない夢を追い続け、ああ、いつもした大空駆け巡る。はい、こんばんは。大丈夫ね、ありがとうございます。今度はね、ミサルシーズさんの大道館さんのね、今日はね、すごいね、はい、カラコンさんにキャンプに行ってきましたね、学校場所はね。特にね、昨夜学校に悪かったけどな、ね、ほら、カラコンさんはね、これに良かったなって。ね、だから、お前今日日曜日なんでね、早めの早めなんでね、明日から一週間頑張りましょうね。生活のために働かないとね、うん。で、明日は来週から、この週からね、楽しみにね、通常日に行けばね、頑張りましょうね。さあ、ね、もう最初はこんな風にやったね。さあ、今日は途中に固まっちゃったからね、早くなりました。でも、もう明日の用意はしますよ。ね、こんな感じで、もう、ほん、いい感じにしてるって言ったら、こんな感じで、今日もね、まだね、さっき固まっちゃったんで、歌い直し。どうかな、あ、いいね。さて、まだ、まあ、完全に復興するまで時間あるんで、さて、もう一回歌おうかな。歌いとかね、僕の心の曲ね、この熱い思いを込めて、僕に果てしない夢があったらさ、そんな思いのことね、思いながらね、歌っていきたいと思います。ああ、果てしない。夢を追い続け、ああ、いつの日か、大空駆け巡り、裏切りの言葉に、心を離れ、わずかな望みを求めさせない俺なのさ。見知らぬ街では、期待と不安が一つになって、美しい不思議などわからない。交わす言葉も寒いこの街。これもただ寝と生きていくのか。今日と違うはずの明日へ。ララウェイ、ララウェイ、今駆け行く。裏切りの街でも、俺の心に火を灯す。わずかな愛があればいい。こんな俺でも、光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。
朝焼け静かに空を染めて輝く一生を生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ララウェイララウェイ今駆けていく。朝焼け静かに空を染めて輝く幸せ生きていくのさ。溢れる熱い心を悲しい、ララウェイララウェイ今駆けていく。ああ果てしない夢を追い続け、ああ行くのさ。大空駆け巡る、ああ果てしない夢を追い抜け、ああいつの下大空駆け巡る。はい、こういうのね、クリスタルキングさんだけ書いてあります。さて、あすかいい感じになってきたね。さて、お話しましょうかね。
最近ちょっと面白いのがあるんで。
日休みだからね。今日日曜日休みなんでね、早めで。キャンプから帰ってきましたよ。おじょうさんやら、松屋楽でいいね、自然とね、池袋であれね。さらには池袋の方が、もっと目の前だもんな、ね、ら、向こうの方が、ね、西武線めんどくさいけど、西武線はね、池袋線を離れてるけど、東武線はいいじゃないね、池袋ね。なんかなんかね。西武線の場合は、あれ、池、片塚から伸び目で行ったらね、池袋線だよね。うん、高校生の場合は、高校生の場合は、あれ、池袋の乗り換えを言う、言うんだけど、山本線を住んでるのが、家だったら、なかなかったけど、だから、家中が乗り込まだった。で、あらかい。先生の線を住んでて、もういい感じみたいな。今日は斜めって豆腐のダメだ。ああ、うまそうじゃない。今日は斜めって豆腐のダメだ。いい感じだね。これ見えるかな。斜め。放送前から買ってて、斜めにそうそうそう。さっき、新鮮にするってやったからね。もういい顔。やったんだ。ああ。音伝えてみて。さらにみんなね、これね。うん。もう知らないもんないから、それも増えるんだよ。もうちょっとね。普段、多分こっちしかいないから、多分。もう、もう、あの、これでね、そうなんですけどね。まあ、そうですね、マジで。日本の豆腐屋だと思って外国に来るんだろうな、なかなか入ってくるなと思うね。日本の豆腐屋だと思う。豆腐は返すためにもいいしさ、揚げ出しもするし、まあ、いろいろするね。契約もするし。アメリカの人もいるのに、でもまた犬の子はね、そんなもんないからね。ヨハナさんはまだ若いからね、まだ言ってくれる。まだ40代後半だもんね、まだまだやろ。人間の寿命から言ったらまだまだ、まだ待ってないと思うけど、もう、そうだね。仙台やって買ったらいいじゃないですか、ね。どっかの人みたいに痴漢とかやってんじゃないんだよ。写真とか見たらみたいに。電車で痴漢とかやらんだよ。電話で別のことやってないんだよ。僕はそう思うんだよ。違法薬物で痴漢されるんだよ。なんで、だから7年に停止してる。あ、うん、あ、いいね。これ長ネギと、大きな女で。じゃあ飲んでない。うん。なんか池田美さんの影響ないね、こう、こだみだってするの。中学から読んでるから、池田美さんが。うん。うん、まあ。なぐらとしてるとね。うん。中国の頃、いきなりさ、まだ生きてるから、なるほど。うん、晩年だから、もうエースの中心だからね。それこそ、僕は高校、中学生1年目から、18歳の時に亡くなってるんだけど、最後5月の年生と。早いもんだな、もう20年ぐらい。20年ぐらい。何だろうね。
池上さんが亡くなる前に池上さんを残すことができたらよかったなと思って。まだその作家、死んでから作品読むよりもさ、存命中に読んでもまだありがたさを思うんで。僕の高校時代、中学高校時代にね、大メインだったんだけどね。なんか下役だったんですよね、あれ。浮いてきてね。もうすごいじゃないですか。もう下役だったんですよね。じゃあ、東北長ネギの小豚鍋です。あれ、小豚だからね、何もかけないよ。塩味、塩味、あれ、塩味、塩味入ってた。これで醤油でも入れて、ちょっとね、塩分取りすぎるよね。醤油みたいな人だね。醤油とか醤油とか、もう小豚に入ってたからね。うわ、うまっ。うん。ゼラチンって、ゼリー状がうまい映画ができるあらゆる小さなとこかね。うん。うん。飲めって感じもいいのかよ。あ、これはいいんだ。ちょっとで飲むってまたいいんですよ。1号で当然1号だからね、1号にとっちゃさ、あれ、カップなくないと言うっていう意味で、この人すごい量多いからね。来週はまあ、ちょっとだから、あ、ね、違う意味で、あ、3月の第一はね、休みたい仕事になりそうだから多分いけないと思いますから、またあとはもうキャンプは通らなかったからね。今のところの予定が3月の第一は多分、普通に言われてるから、この時まだ日曜日違う、見てきたらあると思うんですから。半導ガーラまず左に行ってからですか、半導ガーラ。あそこまでいろいろ見るとさ、キャンプもできたらよくわかんないから、最初は左で行って、今それだけ見てから、え、キャンプで、自分を確認したら、キャンプで発生させていくことも、まず反応が、最初は左で、うん、で、キャンプで、どんどん。反応は行ったらいいわ、それ。キャンプ戦だから全然で、500円くらいで行ける十分だわ。それ全然安い。ね。反応があまりローカル線に乗ることもないしね。近所であれめんどくさいな。反応がローカル線だからね。反応があればいいんだよね。反応で。歩いて15、10数分みたいなのに行ったみたいな。駅前にスーパーあるし、うん。俺らの反応ってあれに行かないと行かさないぐらいだけど、京成のね、バンタンの行って、京成線より回数早いんだよ。あれでも言ってきたのに。調べたら分かってね。意外とね、意外と西武線で、できたら早いんだよ。
形成のものにちょっと頼れるね、あとなんだろう。
ってないと。これ、ローソンストアで買って80円で。これ、安いから早めよって。うん。うん。おー、まあ。最後にこのフロットをかけて済んだのそのレンコンと唐揚げの4割ずつ2センチで買ってしまったプラタリアだから2センチだと飛んでるよそう、212円4割ずつこれですこれですかね唐揚げって言ってそうね天ぷらに近いよ、まあ唐揚げフロットの前には、ね、歯ごたえがいいですよ、ね、これだ最後これで、もう最後の散歩で買った。うん。あ、いいね。検索してきた方がいいな。じゃあ結構、早いからね。メインの、大谷終わった後。うん。でも少なくてもいいや、ちょうどいい。え、駐車場、量入ってんだね。もう聞いてそうです。途中に立ちたから、そうか、ここでいいと思うんだ。どうそれをしまいそう。じゃあ最後に。行きます。うん。中途半端だからね、あれでも取っても中途半端だからね。それでやったら、よかった。
いいね、シャリンで、まだ走りたい。ああ、やばいじゃないか。で、この唐揚げって、まあ、絶対行きたいから。さあ、天ぷらだと思うんだけど、そういうのに唐揚げと書いたら、それで唐揚げって。楽しいね。あれ見てる、あ、そうだ、エヴァイザーってね。もうやってんのかな、あれ。あれ、どうしたの、どうしたの、エヴァイザー。ゴンデラ建物ですかね、藤みたいなね、外の国。でも、伊豆島さんと麻生さんも言ってたらさ、出てて、あ、もう、スイッチさん。見てる、どうなんだか、やっぱり気になるな、ね。少し YouTube で検索してみようぜ。ゴミデが炊くのライブをするとか、どうなってた？あ、気になってる。レンコン投げたやつ、レンコンね。兄弟からね、あるよ。じゃあ最後に。はい。
私が明日の部長の修行だから。埼玉ってあるけかっていうね、いいよね。この辺でまた明日も、平日なので仕事が終わってくださいね。